八味樹王丸とは、漢方薬の一つ。出典は、近畿洋薬。別名、八味丸、人気丸、八味人気丸ともいう。人の機能の衰えを目標とする。つまり、下半身の疲労脱力、多尿、頻尿、尿瘤減少、腰痛、手足の半熱、または、血霊、硬活などを目標とし、膀胱炎、前立腺肥大、腎炎、高血圧症、 糖尿病、医院などに応用する。このほか、腰部脊柱管狭窄症においても効果が得られている。2004年に、郝岩崎らは、ハチビジオマルが、認知症患者の認知機能及び日常生活動作を改善したという報告を二重毛剣ランダム化比較試験にて、言ったが、これは小規模な研究であり、その後追試されていない。疲労。 倦怠感著しく、尿利減少、または、品数、狡活死、手足に、交互的に冷感と熱感のあるものの次の所象、腎炎、糖尿病、陰胃,胃、座骨神経痛、腰痛、格気、膀胱カタル、前立腺肥大、高血圧需要 6.0g、山汁油 3.0g、山芋 3.0g、重高 3.0g、仏量 3.0g、 ボタン側 2.5g、経費 1.0g、武士松 0.5g、八味とは、本方が自王、山衆、山芋、沢方、仏陵、ボタン側、経子、武士の八味で構成されるからであるが、近畿要略では、蜂蜜オ王丸という名称は用いられておらず、地域巨老病編第六に、蜂蜜人気丸の名で、貧乏僧病編第十二、消化地消弁理林病編第十三。 不人像病編第22に人気丸の名で記載されている。人気とは人の像の正規のことである。中国伝統医学では人に生殖器も含み、人気丸は人の世紀を補うことを意味する。五行で水、人に配当される黒色の木薬である主役の滋養の名称が後世に配され、八道大丸となったものと考えられている。 体力の充実している患者厚刈りで、のぼせが強く、赤から顔の患者著しく胃腸の巨弱な患者食欲、不振、悪心、嘔吐のある、患者発疹、発赤、創用、肝機能障害、食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢、便秘、新規更新、のぼせ、舌のしびれなど、示唆される、作用機序薬効を裏付ける。 試験成績江戸幕府初代将軍の徳川家康は体に気を使っていたため医薬品に強い興味を持ち薬も自ら調合していた静岡市駿河区にある久能山東将軍には家康が使った薬箱ややげがある家康は蜂蜜大丸の変形で和罪局法に掲載されている処方、無比、山芋丸、免糸床などで構成太字が蜂蜜王丸と 重複に、松前義弘から慶長15年と慶長17年の2回にわたり献上された海婦人を加えた処方を愛用し、専用の薬箱の8段目に保管していたと言われる。8の字の通称を生んだことで、覚えやすく、かつ他役との間違いをなくすこと、いわば医療事故防止につながったとみられる。ありがとうございます。